ラミー自分探しの旅は2019年から放送されているアメリカ合衆国のコメディドラマシリーズ。アメリカのニュージャージーで暮らすムスリムの生活を描く。主演のラミー・ユセフが A24 と制作し、他にムハンマド・アーメル、ヒアム・アッパスらが出演する。アメリカでは2019年5月からフールーオリジナル作品として配信された。日本ではフールーから配信されず、 2020年4月より、スターズプレイから配信された。本作は、第3シーズンへの更新が決定している。作品は高く評価され、第77回ゴールデングローブ賞、主演団優勝を、ラミー・ユセフが受賞した。アメリカに暮らすムスリムであるラミーは、中東からの移民である新人部会両親のもとで、イスラム教徒の教え、と、自由で、 刺激的なアメリカの生活の板挟みになる。ラミー自分探しの旅の主要キャスト。上段左からラミーユセフ、ムハンマド・アーメル、ヒアム、アッパス、アムールはけど。各シーズン前は一斉配信2017年10月4日、フールからパイロット版の制作が発表された。制作会社に A24 が含まれている。2018年4月18日。 フールーが第1シーズンを発注したことを発表した。2019年2月11日、シーズン1が4月19日に配信されることが発表された。2019年5月1日、フールーは第2シーズンの制作を決定し、2020年5月29日に配信された。本作は批評家から高い評価を受けている。第1シーズンは、 批評集積サイトのテ点トマト図に37件のレビューがあり、批評価支持率は97%、平均点は10点満点で8.2点,点となっている。また、メトクリティックには18件のレビューがあり、過重平均値は87、100となっている。ありがとうございます。